2020年11月27日金曜日午後5時の生放送です。で、時計がですね、鳴らないかもしれない。電話巻いてないから。覚えてらっしゃる方おられるでしょうか。昨日ですね、鳴らなかったんですね。で、それはその鳴らすためのゼンマイをね、巻いてないからっていうね。で、それからゼンマイをね、巻いてないのですよ。ということは今日も多分鳴らない。ちょっと待って、あれ、ああ鳴らない。なりませんがな。ちょっとね、ゼンマイ巻いてこようか。強引に鳴らしました。ゴーイングマイウェイですね。ゼンマイを巻いたらね、鳴りましたね。で、今日はボーリスデー、木金はボーリスデーなのです。あれ、これ見てる人ないんかな。あー、 M さんが視聴中ってなってる。花火がポンポンって上がってですね、じゃあやってるんだ。いや、今ね、パソコンのディスプレイの方を開いて公開設定をね、確認しようと思ってね。そしたら、ですね、湖畔の声11月号ですね。で、昨日はあのコラムボーリズで芹野さんね、神戸スポーツはじめ物語、神戸新聞系列のね、出版社から出た。で、その中に、まあその軽井沢のテニスコートのね、秘話にだんだん近づいていくような、そういう感じのね、話であったわけですよね。でね、編集室頼りっていうのを事務局長の矢部さんが書いててね、鬼滅の刃になんかの、鬼滅の刃とボーリスとね、どう掛け合わせるんだ。人気コミック鬼滅の刃が映画化され、空前の大ヒットね。で、特別な刀で鬼と化した人を退治する物語の時代背景が大正時代。この人ね、映画大好きなんですよ。ですから、あの、Facebook にね、月に1本か2本ぐらいかな、映画表をね、載せてね、じわ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 っと人気がね。で、私はね、映画って言ったらね、5年に1回ぐらいしか見ませんからね、もう矢部さんと対照的ですよね。映画必ず見てね。で、この映画表をね、映画って本当に素晴らしいですねって言ってね、やってるわけだ。だから鬼滅の刃も当然見てるわけだ。で、時代背景が大正時代なのに驚いた。この時代もうすでにボーリスさんは近江八幡にいるのだと、深い不思議な気持ちに包まれたからです。うまいなと言うべきか、そんな手でいいのみたいなね。あ、でもね、いつの時代も正義は尊く、しかしその正義を貫くことは難しいことが多いと。で、ここで平沢、半沢直樹が出てくるね。半沢直樹もね、私全然見なかったしね、これからもね、多分見ないと思います。もう愚直に完全懲悪の世界を展開する姿に留飲を下げるのは確かだが、そこに真の悔い改めと救いはあるのかと感じてしまう。なるほど。
ね。さすが鬼兄弟。うん。鬼は元は人であったのなら、滅びるだけでなくね、許しと救いの世界を見たい。ね。というふうに、ボーリズさんの書、真、道、愛。ね、これはですね、信じるの真に働くと書いてね。で、愛ですよ、愛。愛によって働く信仰っていう意味なんだって。を、その、ボーリズさんのね、几帳面な字ですよ。カクカクっとした。日本の漢字をね、イメージなんていうか、形として捉えたなっていうのね、と見上げながらその思いを、愛によって働く信仰っていうね、ボーリスさんの学をね、見てそういう感をしたって、うまいことねまとめるよね。さすが事務局長だよね。これでね、ボーリズ老健センターの情報、後ろの方はね、このボーリズ関連の、まあ、事業っていうか企業の報告がね、順番にね、公益財団法人本部事務局、これなんかそれとかね、ボーリズ記念病院でしょ、ボーリズ老健センター、これからボーリス学園、元近江兄弟社学園ですよね、それでケアハウス新愛館が株式会社近江兄弟社、近江江戸オドエアサービスで、この本にはあのボーリス建築事務所はこれ近況録にはね入ってないんだよね。ここはなかなかね、なんでかな。ね、部外者にはわからないっていうところですよね。財団法人ね、ウィズコロナへの対策が始まっています。で、それでその、本部事務局も、そのかつてボーリズさん夫妻のね、家だったわけだから、そこもそのボーリズ建築の見学対象になるわけですね。で、その公開を断ってたのかな。で、ボーリズ記念館、すなわち本部があるボーリズ記念館でも、11月より趣旨のルールを設け、そのお願いをしながら、一般の見学希望者の受け入れを始めることにしましたっていうことは、まあ今やってるっていうことですかね。ちょっとタイムラグがあるんだね。一度の見学人数が制限されてるっていうことですね。で、10月11日、NHK ワールド、NHK 国際放送ですよ、の取材班が、ボーリズ記念館を訪ねてきた。ああ、こんなの載ってる。で、近江八幡を紹介する、まあ、NHK の、国際放送の中で、ボーリズさんとその建築を取り上げてくださいます。これは近江八幡やるんだったらね、ボーリズのことをね、国際放送でね、取り上げなかったらね、話にならないよね。レポーターは30年来京都市に住むジェームス・コールマさんっていう人でね。で、ジェームズさんのご子息は現在、関西学院大学に在学中とのことで、取材の最初から大いに話が弾みました。事前にボーリさんのこともよくお調べで感心いたしました。なるほど。で、放送はね、11月17日。あ、もう済んじゃったんだ。で、NHK ワールド放送分は約1年の間ね、インターネットで見れると。NHK ワールド、ジャーニーズ・イン・ジャパン。NHK ワールド、ジャーニーズ・イン・ジャパン。という番組名で検索してくれたらね、見れますよ。近江八幡にボーリズを訪ねるっていうわけですね。この記事ね、読んでよかったね。ちょっと待ってよ、他の。
公立学園ボーリズメモリアルウィークっていうのがあるんだね。10月28日のウィリアム・メレル・ボーリズ生誕を記念して10月下旬から11月上旬までボーリズメモリアルウィークなんですって。毎年記念礼拝等が行われますと。ボーリズ学園ですね。今年はそのコロナのためね、恒例のボーリズ杯中学英語弁論大会は中止になった。英語弁論大会ってやるんだね。ボーリーさん最初はね、英語の教師としてね、学校の先生として、八幡商業のね、イングリッシュティーチャーとしてね、それでなかったら日本に来るっていうこと自体がなかったわけだ。英語の先生っていうこととね、ボーリーさんっていうのはね、縁が深いんですよね。礼拝メッセージに、記念週間のね、中西幹事講師、学園誌編纂事務局長、学園誌編纂室ってなるのかな、中川由里講師、これはどちらもね、内部の人ですね、外からならじゃないね。で、記念礼拝では100年少子編纂の中で知った創立者や協力者のことを、創立者が目指した平和や国際協力に関してね、語りましたと。コロラドカレッジ研修生、ボーリズの母校をコロラドカレッジより毎年夏に研修生を受け入れます。そういうご縁もあるんですね。ちょっと待ってね。学園誌だよりっていうのね、先月は読んでなかったね。ボーリズ学園で学園誌、学園の歴史ですよね。それの事務局長さんが連載でね、11回目ですよ。これチェックしてなかった。近江農村青年学校のこと2、近江農村青年学校っていうのがあったんだ。第1回近江農村青年学校横、から見ていこう。募集要項の副題に農閑期2週間開校地方青年の福音とある。農閑期にね2週間やったんだ。趣旨には本校は特にデンマーク国における国民高等学校に藩を乗っ取り、神と祖国と隣人とを愛する固き信念の上に立ち、新時代に処する学問を理解し、共同して我が国の農村文化を高め、充実せる農村生活を実現せんとする地方青年のために生まれたり、文語足りてね格調高く書いてますよね。我が国の農村文化を高め、充実せる農村生活を実現せんとする地方青年のために生まれたり、参加費用は3円当時、あるいは白米または現金にて納入可能。お米でもいいんだ。農村のリーダーを育てるとね、いうことなんですね。第1回の総費用約380円のうち300円を近江ミッションね、近江教大社は負担するっていう太っ腹講義の中身ですよね。まず香川豊彦の授業ですよ。あの香川豊彦大先生が6時間、農村設計論の基調演説、基調講演で、世界情勢、社会運動、農村経営論、農業技術論、自然科学、そういうのを香川先生がね、
香川先生ね、博学っていうかね、あれ大学生の時代だったかな、新学生の時代だったかな、授業に出ないでね、図書館にこもって本ばっかり読んでた電気でねちらっと読んだ記憶があるな。農村設計論ね、世界情勢、社会運動、 農業経営論、技術論で、自然科学そんなまで香川先生教えたんだ、すごいね。講師陣も山本一世、京都帝国大学教授、天文学、あ、この人ね、クリスチャン新聞で連載した時にね、見覚えのある名前だわ。これね、定年退職してからね、近江教者大社学園のね、一教師になってね、理科をね、もう危機として教えた。理科大好き先生ですよ。確かそうだったと思う。京都帝国大学の天文学の先生がね、講師。湯浅八郎、京都帝国大学教授、理学。清水安蔵、同志社大学教授、神学。等を揃え、高度で内容豊富なものであった。いいですね、2週間のね。勉強でね、そういう人たちの形骸に触れることができるって、まさにそういうことですね。キリスト教関係は主として近江ミッションの関係者が担当。キリスト教の神観、救済観、人生観、社会観等を講義している。テーマから察すると、信仰を奨励するというよりも、キリスト教の客観的な意義、学問的な理解を学ぶ姿勢が伺える。なるほど。またボーリズと吉田悦蔵が近江ミッションの社会理想を語っている。吉田悦蔵さんっていうのはボーリズのもう右腕って、もう側近中の側近ですよね。だからボーリズと一緒に社会理想ですねを語っている。ユニークなのはって言ったら読んじゃうよね。農民美術と農村娯楽、音楽、健康増進のためのデンマーク体操。デンマーク体操ね、大正時代なんか流行ったみたいですよね、教育畑の人の間でね。全く別の文脈でね、デンマーク体操ってね、読んだことあるわ。豊かな農村文化のね、創造を目指していたことがわかる。で、写真は第1回近江農村青年学校の会食風景、食事風景。結構ね、これたくさんの人がね受講してたっていうの分かりますね。そうなんだ。で、右から2人目香川敦彦、3人目吉田悦蔵で、部屋の一番奥に給仕役をしているボーリスさんが映ってる。一番奥でボーリスさんが夫婦でね、給仕役ですよ。いいですよね、キリスト教的ですよね。使えるものとなりなさいって、この学校の、和やかでね、楽しい雰囲気が伝わってくるではないかということですね。で、この近江、農村青年学校は高橋文書っていうのがあって、そこに第8回まで要項、募集要項ですよね、それが残っておりますよということでね、研究したい人は見て研究しなっていうおすすめですよね。それ以降はね、戦後体制の強化とともに自由な学びが困難となって、維持できなくなったものと思われる。もういろんな意味でやっぱり戦争っていうものはね、避けなければならない、そうならないね、こういう営みがね、止められちゃう、ダメになっちゃうっていうことですね。こういうところで学びたいと思ってる人が学べない、教えたいと思った人が教えられない、本当にね、戦争っていうものはね、本当に避けないといけないっていうことですね。で、戦後の1946年、香川豊彦を迎えて、豊彦を迎え、久々に開校されたが、それが最後になった。ということでね、今週、ボーリスデーも、湖畔の声、11月最新号からお伝えしました。それでお聞きになっているあなたに、天地を作られた誠の神様から豊かな祝福と守りと導きがありますように、お祈り申し上げつつ、今日の生放送はこれにて、終了いたします。明日は最後の放送になります。お聞きいただいて誠にありがとうございました。